おはようございます。4月12日フキノーラ104日目、ダイエット開始より79日目になりました。昨日は、休みだったので、何を食べようかなと思って、ちょっとラーメンが食べたいなと思って、暑かったですけどね、すごく暑かったですね。比較的近くにできた家系ラーメンを、気になってたので食べてきました。最近ラーメン屋さん家系ラーメン多いですね。好きな方多いんでしょうね。私はあんまりどっちかというと、好みというほどではないですかね。あんまりいい思いがなかったでしょうね、家系ラーメンにね。で、昨日食べてきましたけど、感想は、どうなんですかね、ちょっと間違っちゃったんですかね。なんかもう今まで食べたラーメンの中で一番しょっぱい、そういう感想、私個人の感想は、そうですね。でも他に今いらしたお客さんも、こぞって割りスープを頼んでて、割りスープを、ちょっと横目で見てたらラーメンのスープの中に投入しながら食べてたんで、やっぱり、私のだけではなく、他のお客さんのラーメンも、塩味が、強かったんでしょうね。どうなんすかね、好みなんで何とも言えないですけど、昨日は、そんなんで、ちょっと、連日高カロリーを摂取したということもあって、今まで、ちょっと歩くとか、ウォーキングですか、考えたこともなかったんですけど、昨日は、とりあえずちょっとやばいだろうと、そういう気持ちになって、初めてですね、今回ちょっとフキノーラダイエット始めてから、初めて、どのぐらいですかね、ちょっと用足しもあったんですけど、それにと、合わせて歩いて40分ぐらいですかね。歩いてきました。ちょっとね、やっぱりそれでカロリーがどのぐらい消費できたのか、その辺は分からないですけど、とりあえず、昨日はぐるっと歩いてみました。これからも歩くかというと歩きません。昨日だけちょっとカロリーをちょっと摂取しすぎたなという罪悪感があったので、できればそれをプラマゼロに持っていけたらなと思って、歩いてみました。体重の方も毎晩ここのところ飲んでる、ビューラックの効果もあると思うんですよね。だからやっぱりちょっと朝の便が、スムーズっていうんですかね、飲む前の、便意も置いて 2,3 割増しぐらいですかねになっているような感じはします。やっぱり体内に残さずできればね、きれいに排出できれば、排泄ですか、できれば起こしたことないなと思って、コストパフォーマンスもかなりいい、お薬なんですかね。400錠で1300円しなかったですね。1回、1日3錠、夜飲むんですけど、かなり私には合ってるなと今思って、
とりあえず毎晩ですかね、まあほぼほぼ毎晩飲むようにしています。本当はまあやっぱりトレーニングしてる方、まあほぼほぼ皆さんサプリメント的なものを、飲んでらっしゃると思うんですけど、まあ、私はまあ牛乳でとりあえず頑張っています。またよろしくお願いします。